空中の支配者コマネチユモト、唯一無二の空中殺法コマネチユモト。さあトーナメント1回戦、白金ジム同士の同門対決となりました。決勝に進むのは一体どちらか。次期エース候補としてこの舞台に上がっています、ヤバクネ谷口。そしてアクロバットな身体能力が認められてこのトーナメントにエントリーされました、コマネチユモト。両者それぞれ持ち味を出してどんな戦い見せるのか。今フィフスバトルが始まりました。平野さん、まずはこう立ち上がりどんなところ注目されますか。そうですね、このシングルマッチですからね、はい、でこの自分の得意のアクロバット殺法とかを湯本選手はどのタイミングで繰り出していくのかですね。ロックアップ。谷口選手は相手がアクロバット得意っていうのは分かってるでしょうから、はい、そこをどう作戦を立てているのかですね。まずはリストの取り合いから。いや、早くもこのアクロバットな身のこなし。あ、そこからもうなんか相手を回して腕取り返しましたね。左腕を締め上げています。はい、取り返しました。これ手首決まってますね。そしてヤバクネ谷口も、おー、なんかこれランカシャスタイルですか。そうですね、ヨーロッパのプロレスのスタイルでね、うまく腕取り返しましたね。本当にこう基礎がしっかりできていないとできませんよね。そうですね、やっぱ運動神経もいいし。お、なんだ、ここもバネを使って、おー、アームホイップ。相手をカップランしてから投げてきますね。そしてスピード感が上がってきました。側転、軽々とやるもんな。ヤバクネ谷口、ヤバクネ谷口も側転。なんだなんだ、華麗な身のこなし。側転の意地の張り合いだ。まずは側転で、いや、ただここはセカンドロープから投げていきました、コマネチユモト。お、飛ぶのか。いや、コマネチユモトには場外に飛ぶ技もありますが、さあ飛んでいくのかというところ。ここはレスリーマン見極めましたね。そうですね、谷口選手も見えましたからね、はい、このスピード感の中にあって冷静さも見せました、コマネチユモト。やっぱりこのアクロバットの攻防ではこう湯本選手が一枚上手なんですか ね、 そうですね、ペースを握ってますね。さあ谷口選手ちょっといろいろ考えてますかね。ここからヤバクネ谷口がどうこうコマネチのコマネチユモトの技に対応していくのか、はい、ちょっといろいろ考えて息を整えてね、こうペースを戻したいところですけども、両者の間に独特のこの間が生まれます、うん、あ、ね、リングに入るときはこれ攻撃してはいけませんよね。まあ、隙ができるんですよね、リングに入るときって、はい、だから、あ、ただ足をすくっていく水面蹴り。あえて足をすくう、ね、攻撃もいちいちなんかこう身体能力高いとできない技ですよね、うん、再び腕を取りました。いくぞ。お、さあここで、いやいや、この動き、いや、ミラノさん本当に身体能力高いですね。そしてカバーに入りました。さあまずカウントを取りに行く。ちょっとね、ペースが圧倒的に今湯本選手ですね、はい、ここまではコマネチ湯本がその自身の持ち味であるアクロバット殺法でヤバクネ谷口を追い込んでいます。これストレッチ技ですね、はい、両肩が決まってますね。でももっとですね、腕を伸ばした方が両肩がこう、まだ肘が曲がってますもんね、はい、曲がらない方向に入れられちゃうと、あー、ちょっとやばいですね。肘が今伸びきりましたが、今そしてヤバクネ谷口がサードロープを目指します。はい、それでちょっとロープ近くなったんで首投げこらえてますね。前に投げてフライングメイヤーに行けるかというところ、こらえましたヤバクネ谷口。叫んだヤバクネ谷口がエルボー連打でいきました。あ、で今度こそ首投げ、首投げですね。フライングメイヤー、そして背中にサッカーボールキック。厳しい攻撃決まったと。いや、これ再び狙ってますか。そうですね、先ほどと同じ技ですよね、はい、だからこれもね、もっとこう肩の方がグーって入ってくると、はいはい、もっと肩関節がちょっと厳しいんですけどね。いや、決まり具合どうですかこれ。ちょっと潰れてきましたね。潰れてきた。肩関節、そしてこれ他もかなり関節来てますよね。あ、これ普通外れないですか。これ、いや、ただここはより厳しくコマネチユモトが
飛び技だけではなくて関節技も見せていきます。これはヤバくね谷口、厳しくなったか。まあでもギブアップしなかったですね今ね。行いました、はい、そしてそこから前転して丸め込んで、丸め込んでいって両肩がついているのでカウントが進みます。これフォール取りに来ましたね。あんな入り方もあるんですね。そうですね、なんかさっきのストレッチ技といい今の丸め込み方といい、はい、メキシコの技術の匂いがしますね。ここまでは駒根千代本が試合を運んでいるか。ちょっと圧倒的になってきましたね。ただヤバくね谷口も表情一つ変えずに攻撃に耐え忍んでいます。もうこれねヤバくね谷口選手を応援する人はもうヤバくねっていうコールをねしてあげると。起きますかね。はい、はい、あーでも食った。さあここはスピードがあります駒根千代本が、おここはオーバーヘッドキックでいきました。ロープを見事に使って駒根千代本の頭を捉えました。なんとか一発返しましたね。でもね攻撃散々食らってましたからね。ちょっと次の攻撃にすぐには移れないか。はい、ちょっと厳しいでしょうね。ただヤバくね谷口はこのチャンス逃したくないですよね。そうですね、次の畳みかけたいですね。トップロープリングで最も高いところに登った、振り返ったところ飛んでいく、アームホイップ、背中を打ちつけましたね。両者大きなダメージをもらっています。さあこれその中でどちらが先に立ち上がるのか。そうですね、ただ圧倒的にダメージを受けているのは谷口選手ですからね、手数では。はい、まあ、厳しくなってきましたね。ここからやり返していけるのか、井本選手がそうさせないのか。やはりどちらもそのダメージ積み重なっているか。ただどちらが先に立ち上がるのか。谷口選手もきつそうだ。苦しい時間帯に入ってきました。ただヤバくね谷口が先に立ち上がったか。谷口コールも起こる中で一つ叫びを上げたヤバくねポーズ。さあここから回転して、そっから振り上げてキック、見事に叩き込んでいきましたヤバくねキック。そこからカウント取りに行ってどうかというところ。どうしましたね。いや本当に両者も極限のところで戦ってますね。そうですね、消耗戦になってきましたね、はい、あーこれはそしてここから何を狙うか。ロックボトムを狙ってますね。ただ行かせない駒根千代本、距離を取った、スピードをつける、振っていく、セカンドロープ顔面打ち抜いた。さすがのもう空中の支配者駒根千代本、そして場外にヤバくね谷口が出たところで何かを駒根千代本が狙っている。何をするんだ、一体何をするんだ、飛んできた三角飛びのプランチャー。おー10点満点だよ、見事な技の完成度。いやこれ何メートル飛びましたかね。大体こう地面からねもう2メートル半で、そこの上をさらに飛んできますからね。ただこれ駒根千代本が次何かまた狙っています。狙ってますね。なんだ、場外で距離を取ってスライング式のドロップキック、滞空時間がありました。強い、ここまで圧倒的な試合になるとは想像していませんでした。ここまでは駒根千代本がそのアクロバットな身体能力でヤバくね谷口を圧倒しています。このポジションはコーナーに近づけたということは、これはミラノさん、はい、あの技ですね、得意技コマネジハネムーンムーンサルトですね。セカンドロープに足をかけました。ここから自らの代名詞、いやただここは行かせない、それを嫌がって蹴ってますね。ヤバくね谷口もこれをもらってはまずいとなんとか回避しました。体勢はちょっとムーンサルトじゃなくなりましたけどね。はい、あ、谷口選手も何か言ってますよ。さあ向かってきて、お一回フェイントを入れて、そして串刺しの状態、サッカーボールキックですね。背中に今度は見舞っていきました。いや谷口選手厳しいですね。ヤバくね谷口少し厳しい展開となったか。ここもエルボーを叩き込んでいきます。ちょっとヤバくね谷口の表情も苦しいか。エルボーをやられたらやり返す。いやここは同じ技で相手返してますね。そうですね、はい、意地の張り合いですね。もう序盤からの側転のやり合い、あそうですね、はい、そこからもう意地が張って、いややっぱ手数で湯本選手が圧倒的。ここもやはりエルボーでいきます。
そしてエルボーをあえて真正面から受け止める矢場根谷口。ここもエルボー、どちらの思いが上を行く。会場の声援も両選手を後押しします。いや譲りませんね本当に。さあ足を捉えて救っていきました。足キャッチして軸足ですね。それにスピンキック。さあ倒れた矢場根谷口。いやーこう全て上行ってますね、はい、本選手が。そうですね、うん、ちょっと矢場根谷口は苦しいか。なんだいやこれちょっと、いや笑ってますよ。この状況下で矢場根谷口が笑っている。笑ってるんですかこれ。いやなんかゾクッと。試合の中では初めて見る表情ですね。そうですね、ゾクッとしますね。何かこうスイッチが入ったか。笑っている、不敵だ。そこに間髪入れずエルボーを叩き込んでいく駒根中本。ドロップキック、カウンターで叩き込んでいきました。素晴らしいドロップキック。そして何かこう武者震いをするように天を仰いだ矢場根谷口。ペースが変わるか。何か試合の雰囲気が変わったように感じます。そしてドドンスズロン必殺技出すか、はい、ここから持ち上げて両膝に叩きつける技ですね。ただ駒根中本もここはなんとかこらえてエルボーで返していきます。必殺技こらえました。エルボーの打ち合いです。きついからね、嫌った。意地の張り合い、ラリアット避けて、動くだけ。ただ肩口に叩きつけていきました。そしてここは駒根中本がハンドスプリングからのスタナー。勢いつけてスタナー2連打、顔面にダメージを積み重ねていきます。そしてカバーに入ったが決まらない。いやこれお互いスタミナねかなり消費してますね、はい、シングルマッチですからねこれ、休む時間ないわけですから。自身の持てる力すべてをぶつけていきます。どちらが一体決勝戦に進出するのか。いやこれまたコーナーに近づけてるということは狙ってますね、その前のおアピール宣言しました。コマネチャネムーン、これが当たったら決まるでしょうね。先ほどは繰り出せなかったこのコマネチャネムーン、はい、ここで決めれば決定だ。さあ決まるか。コマネチ湯本、体勢は整った。ここで勝負ありか。コマネチャネムーン、自爆、避けられた、避けられた。ここは自爆となりました。いやこれはきついですね。いや分からなくなりましたね。これ相当なね、一気に逆転してますねこれね。そして矢場根谷口がこのチャンスを逃さない。やばい、立ち上がらせて再びドドンスズスロン、ドドンスズスロン、必殺技決めた。膝を突き立てた。必殺技決まった。いや返した。よく返しましたね。駒根地元が矢場根谷口の必殺技ドドンスズスロンを返した。いやムーンサルト避けられて相当やばい。両者必殺技出し切ったが、この入り方は何だ、この技は何なんだ、見たことがない。叫んで頭刺さった。これは新技か。この大舞台で新技で決めた。頭刺さる叩きつけだぞこれ。ヤバクネランナーっていう情報入ってますけどね。新技ですね。すごい勢いで頭叩きつけられましたね。決勝戦進出はヤバクネ谷口。ヤバクネ谷口選手、決勝戦進出が決定いたしました。いやムーンサルトをちょっとねかわされた時にね、この技ですよね。頭顔面からマットに叩きつけました、はい、いやこの今日の試合に向けて練習してきたんでしょうね。でしょうね、秘密の。あ、なんかそして立ち上がった矢場根谷口、手を差し伸べます。同じ白金ジム同士、